このミニカーね、四駆がちゃんと走る四駆がないので、もう今年3月まで頑張ってもらわないとダメになりました。それで今日はちょっと悪い箇所を徹底検証ですね。まずね、ここはもう閉まらないんですよ。何でかって言うとね、一回閉めるともう染みで待って剥がないで、なんと有効のチャックがないね。こういう感じ、ダメでね、こういう十分。ほら、錆びたらすごい腐って、もう腐ってしまってますね。これ、ほら、ボロボロ、これ、問題があるんですよ。まあ、というのこれ、ね、もう傷パンパン落ちるかわからない。でね、一番の問題はこれなんですよ。これね、これあるでしょ。ここのこのバンパーから下、これね、一昨年エンジン支えてるマウント腐って、一昨年ね、溶接して車検取ったんですか。溶接やね。エンジン落ちるんですよ、うん、エンジン落ちたら終わり、まあ、エンジン落ちるまでまあ走るかと、いうです。すみません、このピザは落としてみて、やばいよ。ほら、パンパンにさ、隙間、この隙間、隙間、全部隙間だね。高いよな、ねえな、頑張ってもらわないといかんねんじゃん。で、パンクは切って、これこれエアクリーナー、まあここにエアクリーナー入ってるわけだから、これは全然いや、クリーナーのやつ、これは破れちゃうですね、うん、この車は今度はしてます。でもね、ナスタイヤ、なんぼ四輪駆動でもナスタイヤ、これが冬タイヤ買うって言ったら大変だ、うん、
オークションで買ってるな。名前も込みだ。あ、だから、まあ、エンジンはかかるんだが渋滞乗らないとということだ。でかいシナリオな。でかいな。まあこれはスポーツカーだって言ったんだね。これもね、親父の手だっか。親父の手が下げなくて、もう死んじゃったけど。これは私の、これは冬使えない、ハマロ。で、何も使えない車ばし持ってんだ。あ、しかしね、ゴミだってやばいよね、ミニタンクのエンジンあれ。ほら。これはバシッとバリ山のスタッドレスですよ。なんとか持ってもらうことを願おうね。うん、あ、これクリーニング的の大体の修理は終わった。給油口ね、よいしょ。まあこれ20リットルくらい、10リットルしか入れないで大丈夫。穴も塞いだし、音は静かになったかもしれない。ね、こういう感じかな。直したことだし、ちょっと試運転でもしてきますかな。